停電治ってからもう 6,7 秒経ってからエレキに、うん、到着なんで、メインに居続けなきゃいけないって感じですね、足屋さんが切る場合は。あとそこって金庫とか行ってんの、なんかどっか死にあんの、停電中とか、はい、ミーティングで合流してるから多分難しそう。いやこれは話す、あとそこは怪しいぞ普通に。次でラストぐらいかな。はい、お願いします。助けられたな、藤宮に。マジでキルできなかったかな。コルメ。梅ぶり。はい。ごきげんよう。ナイスです。はい、ごきげんよう。もう魂のクソボタンです。ごきげんよう。なんだ、引きずってんの、ゆうちゃん。なあ。ごきげんよう。ごきげんようって言ってるの。悪いやつやな。悪いな。おま、矢印。おま、おま足。うん、で直しよっか。伊豆さんは停電中にシャワーからメインに抜けてます。うん、停電中結構前やね。あれ、アーカイブ僕視点でリンゴさん弾けます。ありがとうございます。はい、最初だから。リンゴさんから俺の弾あ何でもないもらえる。いやでもメインに行ってるって言われちゃったんでボタン押されるのちょっと遅いなと思ったので、あーごめん、っていう、一応ミーティングで配線やってでボタン、奥の ID とかやってからなんでちょっと時間かかっちゃって、うんうんうん、で、途中から、最後畑坂くんと合流してるんで畑坂くんも厳しそう。俺視点は、はい、で藤宮さんに伝わればと思うんですけど、シャワーとメインのドアって多分閉まってたと思うんですよね。閉まってましたね。なんで私のメイン側に、まあ、そう、あのね、タスク1個忘れてて上戻っちゃったんで多分 U ターンしてるの見えたと思うんですけど、まあゲンさんも結構難しいかなと思います。やりにくいシャワーで近いけど、まあ扉閉まってたし、うん、僕最後らへんキッチンからネロちゃんと石油エレキって入って、僕がメインに上がってネロちゃんがエレキの中で、途中でセキュリティのテープ立つのとこに梅健さんって感じです、うん、でエレキの中のキルやったら、まあ、ネロちゃんのことは白出せへんけど、ネロちゃんが切れるのはエレキの中だけぐらい、うんうん、でメイン上がって僕、左の下の弁当前のタスクしかやってないんで右側の方は見れてないんですが、その真ん中の道中は期待はなかったです。停電治ってからもう 6,7 秒経ってからエレキに、うん、到着なんで、うん、そうそう、メインにとなんか居続けなきゃいけないって感じですね、足屋さんが切る場合は。うん、ああ、はい、なるほどね。おまじさんは、あ、俺は、コミュニケーションから、まあ、エンジンのドア開ける寸前で終わってるからドアは閉まっている。で展望デッキで停電を直しているのが俺、で、うんうんうん、停電を直した後ネロちゃん、アシウさんとあとユイさんかな、うん、はい、あ、おったね、うん、遅れて入ってくる方、まあ、ネロちゃんはおったかな、俺のすぐそばに、うん、で、終わった後みんなで出て行って、みんな右に行ったように俺には見えていて、俺だけが武器庫側に行った。で、武器の上のドア、コックピットのドアは開いていて、で、奥まで見てないから分からんけど、そっち側には死体はなさそう。なんかもう一回、伊豆さんって何秒ぐらい前にどこメインに入れ、停電中にシャワーからメインに抜けてます。結構移動できそうなんですよね。うん、そうなんよね。片底って金庫とか行ってんの、なんかどっか死にあんの、停電中とか、はい、死人なし。ハイブリさんと、あ、そうそう、ミーティングで合流してるから多分難しそう。ミーティングで合流で難しそうはなんかあんまり通らないけど、いや、これは話す。またそこは怪しいぞ、普通に。
うわ、うわ、知らねえ、見てねえ。うわ、ネロちゃんちょっと一個聞きたかったのにな。エレキの中全部見てくれてたら梅健さんに城打てそうやったのにな。ケンです。誰と乗った人います？あ、藤宮が右から左に乗ってます。藤宮か。はい。現実誰と待ってないんですが、エンジン脇でコックピットのダウンロードをして戻ってきたところです。で、通信室のドアだけ不自然に開いてたので、多分通信室ダウンロードされた方いません？このターンはいないはず。さっきのターンはあ、わかんないや、あれですね、開いてます。一応エンジン脇は畑迫アシユだったので、そこから左に行く人いなかったから、行ったとしたらキッチン側からですね。あ、停電直したのは誰ですか？俺。とりあえずゲームは浮いてます。じゃあこれ今回のやつ詰めます。一応、いやー、1個前もでも、1個多いんだよな。まあでも、1個前の方が、まあ、一応情報はまず出てるんで、一通り。あれ、リンゴさんとユイさんってどこって言いましたっけ？リンゴさんは弾いていい、俺から。あ、OK、OK。ユイさんは今のターンですよね。いや、さっきの、さっきの、さっきのターンは、通信室の中にいました、最後。え、藤宮君、どういうふうにリンゴさん弾ける？あ、いや、メインで、まあ、見た後にはなんで大丈夫です。あ、OK、OK、OK。じゃあ大丈夫。はい、はい、リンゴさんシェルフ。まあ、1人目は、足湯さん、おまおじさん、まあ、ハッタサコハイブリのライン。っていう三択かなと僕したよね。おまおじさんのさ、コックピットの方のドア開いてたのって誰が来たのそれ？知らない。コミだけ閉まっ、あ、じゃあ、エンジンコミ感だけ閉まってた。そうよね。キッチンめっちゃ多かった気がするんですよね。多かった。めっちゃ多かった。それ以降インポスターがドアを閉めてないってことになるよね。はいはいはい、確かに確かに。足湯さんかおまおじさんって今回白出ます？出ません。ただ手で直してんな俺。うんうん。僕はね、多分右側に乗って死人が、え、右じゃなく左前提やったっすかね。いや、そう、今回は分からんけど。あ、分からんけど、ね、今回だったら、ハイブリー視点、アーカイブで足湯さんと合流、その後シャワー降りてリンゴさんと合流って感じなのね。うんうん。なので、足湯さんがもし切ってたらリンゴさんが発見しそう。あと、現在、ゆいさんにもあってるね。おまじさんはこのターン白でいいです。うん、おう。おまじでしか湧いてないので、うん、キッチンって。おまおじさんってさっき言ってるから、さっきのダンスだったら、さっきのダンス。藤宮くんの白出せる？初手ですか？初手はでも減算してんで厳しくないですか？そうですね。出せるかな。いいですかいいですか。おまおじさんって武器庫のドア開けた？さっきのターン。開けてないはず。開けてない。だから梅健の言ってる通りかな。うん。ほう。畑さこ怪しいよって言おうとしたら殺されちゃった。いやー。ハイブさんは人外なんかな、畑底。うん、ハイブさんも人外っぽいなと思っちゃったな。俺神殿のメインの暗室。あ、そうなんだ。え、停電中に切るやね。あ、じゃあもう本当にあれか、藤宮の死人の直後か。そう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 、藤宮が見てくれた後に死んだ。なるほどね。これ誰だ。え、これ千里眼のショートカット9なの、うん、あれでも戻れなくなっちゃった。あれあれあれ画面クソ小さくなるやつやん。最悪だこれ。でも FPS は高い。最高。おお。じゃあ梅健さん素人でいいか。発見はブリちゃん、メインの真ん中。の真ん中。であれば、畑迫アシューが今、エンジン右から左に走ってきたんで怪しいかな。梅健さんは僕、白、隠し白出せます。多分コミュ直ってる今。うん、直ってます。ああ、よかったよかった。え、直ってる？直ってます。私今ボタン連打してたんですけど、ミーティング、まあ、マップでタスクが見れるんで。いや、ああ確かに、ごめんなさい、下位置どこ？ブリちゃんメインの真ん中、階段上がった、あのエリキから階段上がった上ぐらいのところであれば、うん、僕と足湯さん、僕の方が先行していて、メインエンジンで走ってたんですけど、これ初手に立ち返ってもらえると、うん、ネロちゃん死んでる、藤宮がリンゴさんから白もらってる、で僕がハイブリさんと LINE ありましたけど、ハイブリさんが死んでるだから足さんでいいかなって思っちゃうんですけど、うん、まあ主観やけど、俺は畑底くんが今日は一番怪しいかなと思ってるから。いや、今僕畑より前進んでたよね。藤宮視点どうやった？そうですね、一応足さんの、うん、僕の方が前走ってたから、いや僕視点前走ってたから、畑やんが後ろで切っていったか、藤宮がそのままあの後ろを通って切りに行ったかどっちかかなって思ったんやけど、顔面的に足湯さんしかいないですよ。初手キルできるの、初手キルできるのは伊豆さんキルを切るのが、伊豆さんキルできるのが、いやでも伊豆さんキルってまず間違いなくどこに寄ったかわからんっていう状況じゃなかった。メインを通ったっていうのが藤宮の死人から出てて、で僕がエレキメインに、
ネロちゃんと行ったことで、ネロちゃんからの情報で僕はメインにしか行けないという状況で、どこ行ったかわからん状況なんで、別に誰でもできるような感じだった。ハタサコの言ってる通り、初手キルに関してハタサコはハイブリさんから白が出てるので、ハイブリさんマット以外は、うん、そうそう、あのね、梅剣がある、僕の中ではセキュリティの剣タスクがあったから、だから藤宮梅剣、藤宮梅剣、うん、藤宮梅剣があるに乗ります。で、ハタサコが、あの今の話で僕が前先行してたのに後ろやったのをなんか視点ずらしてきたので、ハタサコ知ってる状態で強靭か、あ、まあ、ハタサコインポスター藤宮梅剣のどっちかが、強靭。あ、シーさんして、なんでおまおじさん初手で疑わないの。いや絶対無理やから、初手は。え、初手だってネロちゃんとそれで白出せるもん、おまおじとゆいさん、僕らが右行ったから。一番ボタンとサボ行きましょう。ハイブリさんマットのハタサコロー、いやそれは白出せるやんな、おまおじサボ行こう。だって僕は白を出されやんけど、おまおじの白は出せる。それはネロちゃんも一緒だと思う。おっと、どうだ、千里眼から帰れなくなった。昔はタスコしたもん。そう、昔はタスコしたら治ったんですけどね。ショートカットキーが9なんですけど、これいわい、あーほんまや、危ない、2回押したらなるとこやった。終わった、これ1回で済んだ。タスクできないってことですか。もう1回コミサボ来てくんないと無理。タスクできないじゃなくて、画面、あ、画面ちっちゃい僕じゃない、コミサボ直しました、えらい、僕も直したはず、はい、おまおじさんって最初の伊豆さんのターンって2人が席の方に行って自分が上上がったって言ったじゃないですか。うん、2人っていうか3人ね、ゆいさん含めて3人で右に行ってるんで。タスク何やりました。小獣、下の小獣拾って直して、で上がっていってドア開ける寸前で終わってるですよね。足湯さんって同時に出ておまおじさんがその1個のタスクで扉開けるまでしか行けなくて、足湯さんはキッチン、石油、エレキ、メインまで行ったんですで、左の弁当の中何でしたっけ、なんかまあメインま、メインまで行ってますよね。うん、足湯さん視点でおまおじさんが全然そこから上行ったふりして、うん、キッチン弁当のメインとかがなんかエンジンとかもあるのに、そもそもドアの確認が入ってないから俺って全然容疑者ってやったと思う。そうね、初手切りおまおじさん忘れてた。そうそう、足湯さん確定ではない、ね、うん、ね、ただ初手切りっておまおじさん私と入っててキッチンで、で展望で手でも直された実績があるから、初手はゲンさんメインです。初手切りって伊豆さんですよね、ゲンさんシャワーにいたから、それに2キロ目ですよね。ネロちゃんが死んだ時ですね、それ。ゲンさんは弾いてて、で、結局、足湯さん視点って、おまおじさんも全然あるのに、おまおじさんに白出して、なんか結構追いづらい夢富士とかの方を追い出した議論の違和感で、足湯さんで押してるかなと思ってるかな。うん、一応、改めて、僕視点で梅健さん、コミサボ直してくれてて、2キロ来たんで、隠しろ。で、俺がエンジンで旗さこと合ってるから、旗さこ目線、俺も2キロ無理っていう証言が出るはず。そうだね、確かにそうだね。うん。でまあ足湯さんはどうか知らんけど、ブリちゃんのキルはめっちゃアタサゴくんがやってそう。それまあまあ旗足で一緒に攻撃してたから、ちゃんと説明できます、主観じゃなくて、主観は主観になっちゃう、貨物で一緒に湧いてるのがそうやからね。でユイさんが、それを俺たちがとすれ違ってるの見てると思うねんけど、見てます、あのおまおじさんアタサゴさん両方見てます。だからその順番で言ってるから、俺よりもちょっと早くアタサゴくんが抜けていってるのね、同じ道を多分これっていうことを考えると、俺が死体を発見してる以上は、後ろから行ってる俺が死体を発見してる以上は、前にいるハタサコ君が怪しくなるよなっていうのは自然な思考やと思う。いやー、僕視点は足湯さんがやっぱりおまじさんにあの意識を向けなかったことから、足おまが結構あるな。一旦待ちでもいいけど、一旦ね、俺ボタン押して、まあタスクはちょっときついんで、ボタン意識で、ボタン押しちゃってます。私もしちゃってました、すいません。ユリさんとボタンあります、押します、はい、一回押してほしいですけど、はい、でもボタンは余ってるかな。まあ、基本は旗をまどっちかにローがいるかなと、うん、思いますね。うん、そうですね。藤井名の二人がもう追えないっす。おー、なんかおまおじさん怖いな。怖いな。怖いわ。ないでしょ。怖かった今。やからやから。結構出る？あ、まだやからや。てかあのなんか誰が発見やったっけ？おまおじさん。おまおじやんな。じゃあリンゴさんを発見したってことやんね。あ、いや、すぐ近くでハイブリさんがお肉になってました。ど真ん中やと思ってた。メインのファッはしご上がったとこって言ってたから、ちゃうんか。はしご上がったとこで私死んでて、ね、メインのど真ん中ぐらいでハイブリさん死んでました。じゃあブリちゃん死んでた。あー、ナイス。あー、ナイス。ナイス。一応、はたさこ視点って、あ、いいよ、今回。あ、コミサボ直しました。だから、うん、まあ、さっき原産だったとしても、僕は直してます、うん、という。
田迫視点ってそのさっきのおまおじさんリポートの時はどういう感じのキルの内訳だと思う？足湯さんが僕の後ろで切っていて、おまおじさんがそのキル、その辺で切ってんのかな、一緒に。でセルフかなり厳しくない、その人って。で畑迫くんそれやったら、あの時もう一人誰やったっけ、あれポートかあれ、ゆうさんが死んねん、伊豆さんじゃない、リンゴさんか、リンゴさんだね、リンゴハイブリッド、リンゴさんを俺とかゆいさんが死にしてないとおかしいよね、それやったら。その近辺にいるんやったら、そう、ゆいさんも俺も見てない、あ見てないっていうか畑迫くんも見てないわけでしょ、リンゴさんのこと。うん、じゃあ俺が後ろでキルしてるっていうのは結構苦しくない？まあ後ろっていうかどこで切ってるかわかんないですけど、メインホールとかエレキとかシャワーとかアーカイブとかわかんないですけど、そのおまわりさんの経路で切ってるしかないですから。めっちゃ俺視点では足を果たさこの順でメインからエンジン右から走ってきたように見えるから、足湯さんが畑迫の後ろで切ってるっていう線は若干違和感あるね。畑迫くんの場合やったら足湯おまおじで、足湯さんがリンゴさんをどっかで切るして、俺がブリちゃんを切って即レポぐらいしかなくない？じゃあ僕が足湯さんとメインホールの真ん中で合流する前に足湯さんが別のとこで切ってるパターン、リンゴさんが切ってるで俺がハイブリさんを切って即レポしてるぐらいしかなくないかな。うん、俺は今ユイさんと俺と畑迫くん3人で死人があるように、リンゴさんを見ておらず、かつ畑迫くんが前を走っていることから即レポする理由が全くないので、俺の白いという主張ができる。まあ、結論から言うとボタンもみんなないと思うんで、ここで決めるしかないかなっていう、うん、まあ俺視点では若干畑迫かな、まあ、ボタンはあるけど、まあ、まあまああと1キロは前を変わるかどうかはね、これ俺は足湯さんより前走ってると思ってるので、普通に単純に前に走っていて、足湯さんがやっぱり大地さんに矢印を向けなかったのが老老を感じさせます、かなり。いやレポート、この場面において多分ラインを切らない理由ってないと思うから。いやこれ違ったら怖いな、レポート点高いな。でもまあ大地さん一応2回サボ直してるっていうのもまあ若干のポイントではある。なんじゃないの、くそー、あーこれ待って、ハイブリさんごめんなさい、あーいいよ、脅迫よね、マジで反射で切っちゃったあーそうなんだ、あそうなんか、もうキルする、誰か見えたらキルするがもう頭にあったから、もう切っちゃった。あーいや、あのね、エレキにリンゴさんがいてちょっと怖くて逃げるように上がってったって感じ。はいはいはい、あなるほどね、ったそのせいで俺立ち止まっちゃったからミスったな。いやもう僕は鬼のようにリンゴさんだけ追いかけてたよ、ね、ブリちゃんはあれやな、全然オーケストラだなと思った。そうでしょ、たらやらブリちゃんだけをもうレポートしてもよかったね、あれ。まあ確かに、あそうやね、そう、ビビって逃げちゃった、ビビって、まあ、なんならコミサム中レポートされたら結構、それされると多分、うん、そう、うん、完全に切れてると思ってた、うん、うん、